君名前は？エスタークです。なるほど。これは緊急性のあるものか？あれ、どっちだ？そうです、緊急性があるものか。よし、なんで墜落したんだ君は。あっ、オッケー、落ち着いたみたいです。うん、あ、一応現場から離れてくださると。あ、ここら離れた方がいいのか。いいだろう、私はドクターボンゴレ。ボンゴレ、はい、個人の方ですよね。あ、そうだ、私はドクターボンゴレ。はじめまして。今無理して喋るな。はい、苦しいだろう。どれぐらい離れればいい、現場からは。あ、もう大丈夫か。よし、じゃあそこの駐車場で治療を行おう。ここなら安全だろう。ありがとうございます。いてー、すぐ起こしてやるからな。お、また出たな。すまないが、ダイスさんを振ってもらってよろしいか。チンチロですか。それが君の治療費を決めることになる。治療費、じゃあダイスさんを振ってくれ。ダイスさん、ザー、おめでとう。212万、それが君の治療費だ。ありがとうございます。なら払わなくていい。送ろうか、どっか。あ、いいですか。あ、いいぞ。ついでだ。お、初めて見たピンのところね。大丈夫です。あ、ここもあれか、君の仲間か。おそらく、多分そうです。向かおう。聞いた感じ。ありがとうございます。いや、一応でもいいとは思います。大丈夫か。あ、もういいならいいだろう。え、これ、ここでいいか。ありがとうございます。個人設置ってありました？なんかあったぞ。大丈夫か。個人さん今来たよ。お願いします。分かった。ひどい出血だ。ありがとうございます。君、意識はしっかりあるか？ギリギリです。よし、じゃあダイスさんを振ってくれ。私の名前は、追ってけボンゴレ、ドクターボンゴレ。526万、それが君の命の値段だ。安い方だと思っとこう。ありがとうボンゴレ。不服なら払わなくたっていいぞ。え、なんぼでしたっけ。526万。526万、いや、払いましょう。わかった、じゃあ請求を送らせていただこう。はじめましてですか？ちょっと待ってくれ。よし、正局た。あ、はじめましてだ。ありがとうございます。私は、ドクターボンゴレ。本当にはじめまして。初めて見ました。よろしくお願いします。あ、よろしく頼む。連絡先とかって交換してもいいですか？あ、いいぞ。何かあったら呼んでくれ。ありがとうございます。お願いします。あ、車ありがとうございます。あ、ありがとう。自分の分も送っときます。うん、あ、ありがとう。多分また呼ぶことになると思います、個人さん。まあ、またいつでも呼んでくれ。すいません、ありがとうございます。私を呼ぶ声がしたら私はそこにいる。ありがとうございます。ボンゴレさん、はじめましてです。はじめまして。どっかで会ったことないんですか？多分ないと思うぞ。君が怪我をして私の元に来てない限りは。うん。多分これから結構お世話になると思います、ボンゴレさん。ああ、いつでも電話してよい。ボンゴレ？私は、なるほど。ドクターボンゴレ。僕のスキャニングで何か関わるな。え、個人なの？私は個人だ。怪我人はもういないか？大丈夫です。ありがとうございます。それじゃあまたな。どうもでした。ありがとう、ボンゴレ。個人いつから始めました？個人はしばらく前からやってるぞ。ほう、次の負傷者だ。私は行ってくる。またないからは電話してくれ。ありがとうございました。個人は半年前、いや、5ヶ月前ぐらいかな。上か。はい、よし、今行こう。よいしょ。
おい、やめろやめろやめろ、お前ダイス野郎来るな。ここに、ここに、ここにいるか。もういねえ、もういねえけど、いいダイス野郎、お前やめろ。よし、ここが水球だ、お前ブラックジャックやめろ。治療を行う。お前やめろ。私は個人のドクターボンゴレ。お前やめろ。目の前で倒れてる人間を放っておくわけにはいかない。高額請求するだろお前。やられろ。めんどくせえの来たって。善と悪に命の価値は関係ない。また変なやつだよお前。私は警察だろうが個人だろうがギャングだろうが命を平等に扱っているからね。お前頭から肌咲いてんだよ。お前頭パッパカパやないかお前。やめろお前。救急隊来てもらうから大丈夫だぞボンゴレ。目の前で倒れている人間がいて君は放っておけるのかい。それでも警察か。じゃあ君は目の前で誘拐されそうな人がいて君たちは危険だからといって見逃すのかい。いやまあでも本人が大丈夫だっつってるから大丈夫だぞ。それじゃあ本当に助けた命を助けられないぞ。救急隊の方いらっしゃいます。まあでも分かった、まあ、そこまで言うなら助裁動機は私のでは使わないでおこう。助裁ちょっと待って、ややこしいな。またそれ君は断るということでいいんだな。まあ救急隊を呼ぶぞ俺は。じゃあ救急隊が来たら怪我の治療だけしてもらったと伝えろ。あと一手間で君はすぐに元気な体になるはずだ。なるほど。じゃあダイス4振ってくれ。お前本当にふざけてやがるな。お前ドクターボンゴレ。お前不服なら払わなかったって言うぞ。こいつに起こされたらな。払わなかったらどうなる。不服なら払わなくたっていい。だがそれは僕の両親が傷つく。ああ払うぜ。じゃあダイスよ。やるぜ。うわ払うんだ。クソったれお前。うわ来い。おめでとう。お前逆から呼ぶねお前。お前逆から呼ぶねお前。お前絶対逆から呼ぶねお前。おいやめろよお前。これいくら。おいお前いくらだこれ。お前いくらだ。3536万。やばすぎ。今日は優しい。君の命の価値が。いやばすぎ。じゃあ君はあの救急隊に起こしてもらうんだな。ああ俺は。お前どれだけ取ったなお前。嫌いなんか。おい。興奮状態にあるの分かるけど落ち着いてなさい。私がカウンセリングをしてあげよう。おお。待てやめろお前。カウンセリングをどうせ取るだろうお前。やってくれ。どうせ取るだろうお前。お前の話を聞こう。どうしたんだ。いやまあそうだな。まあ犯人にやられてなちょっと。うんちょっとカッとなってた部分もあるな、うん、まあ仕方ない。こんなね緊迫した現場だったらそういうものもいるだろう、うん、まあそういうこともあるな。ああでもちょっとなんかめまいしてきたんだけど本当に大丈夫か。本当にやったか。ああ大丈夫だ大丈夫。もういいぞもういい。別にいやいやいややめろやめろやめろお前。そうだ本当にストレスだ。でも少女の方がこれは心配だぜ。でも俺たちはそういう、まあ、まあまあそれがお前たちの仕事なんだろう。まあそうだな。私も命を助けるのが仕事だからわかるぞ、まあ、でもなもうちょっと安くなんねえか。高すぎるぞ。いや、ダイス4はなんで僕だけダイス4なんだ、お前。これ、あの、人の評価でダイスの数が変わるんだ。評価がいい人ほどダイスが少なくなり、評価が悪い人ほどダイスの数が増える。ちょ、支離滅裂じゃねえかよ。なんなんだ。評価するのは私だ。おいおい、上から来るな、ほんと、この個人、ほんと、天狗になりやがって。私はな、命を預かってる者として相応の対応してるだけだ。うん、でも、お前気をつけな。詐欺罪切られる可能性が高いぜ。私は不服なら払わなくていいって言ったよな。なんで詐欺罪を切られるんだ。まあ、確かにな、それは言ったな。私は無理やり請求をしたのは相手が承諾した時のみ請求を送ってるぞ。まあ確かにな。聞いていたよな、まあ、そこの銀髪の警官。そうだな確かに。これは脅迫じゃないのか。確かにそれはそうだ。現場に二度と来るなよ。危ないからな。あ、ここ現場なのか。ああ当たり前だ。でも銃声とか鳴ってなかったぞ。確かに。それはもう、一応あの、死んでるだろ。危険じゃないから。あれ見て君は何も思わないのかあれ。あれはなんだただの肉だ。あれ肉って言うな、お前。肉だなぁ、まれ肉屋みたいに言うな、お前。何が肉や、どうした前。心の運。なぁ、お前、本当に医者か、お前、肉って。あれはただの肉だ。肉か、お前はあれが生きてるように見えるのか。死んでんでだから。じゃあ肉だ。まあでも、こっちもうとっとと剣な、本当に。じゃあ気をつけてな。ご苦労。お、気をつけろ。ありがとうな、ボンゴレ。ああ、またな。二度と現場来んなよ。ああ、わかった。はい、もしもし、天草です。今の別の現場の医療が終わってな。はい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 。さっき誰がどれか分かんなかったから聞きたいのが、どれが誰だ。
どれが誰というのは二人交換したエスタークというやつと、はいはいはい、見た、あ、見た目教えてくれ、見た目と声が一致してなくてな。追加の仮面かぶってるやつが天草です。あ、君が天草か。じゃあもう一人の、はい、どんな見た目だったん、もう一人のやつ。エスタークってやつですか。うん、エスタークっていうのはなんかセミを黒くしたみたいな顔してる、顔してますね。なんか仮面ライダーみたいな。そうだな。分かった、ありがとう。ちょっと仮面ライダーっぽい顔っすね。すまないね、君たち黒すぎて顔はよく分からなくて。あはい、いえいえ、全然ちょっと確かに変装っぽくなっちゃってるね、みんな。分かった、ありがとう。すいません、ありがとうございます。またすまないな。いえいえ、全然大丈夫です。ありがとうございます。森さん。おう、君か。天草君だね、君が。僕は天草です。はい、よろしくお願いします。よろしく頼む、またいつでも呼んでくれ。はい、お願いします。すまないね、さっきは足早に去ってしまって。あ、いえいえ、全然全然。ちょっとあそこの船の方でな。はいはいはい。信号が出てしまってな、助けに行っていた。最近個人さん忙しいらしくって。あ、そうなのか、暇だぞ。本当っすか。なんか結構バチバチやってる時も。あ、まあ昨日はいろいろ。あ、昨日はすごかったならしいですね、結構。これは君たちか。おいや、これは全然違うの。また更新通知来るじゃないですか。なんだなんだなんだ。多分戦闘機がブンブンしてたんですけど、俺ここに修理用の車止めたんで、もしかしたら戦闘機止めれなくて爆散したかもしれない。でも通知は出てないな。じゃあまあ大丈夫なのだろう。大丈夫ですかね。よろしくお願いします。 あそうだ、はいはい、君たちはギャングか。そうですよ。名前教えてくれ。オールインです。オールインというギャングだな。君たちのその黒い服がオールインだな。そうですね、今のところこの服がオールインですね。分かった、ありがとう。いえいえ、大丈夫か。私の名前は、私の名前はドクターボンゴレ。何かあれば私を呼ぶといい。決め台詞と決めポーズ決まってるんですか。ああ、手打ちだ。手打ち。確かにカチンって言ってた。ちょっとギレイというか私のポリシーでね。あ、ポリシーなんですか。ああ、あ、さっきのボンゴレさんじゃん。ああ、君は誰だ。さっきの人なの分かるな。 CPU って名前か。そうです。ちょっと君たちパッと見見た目分かんなくてな。スイカと黒いセミと。僕はロボットです。ロボットだな。うん、君はエスタック。なんだそのカチューシャみたいな。なかったんです、これしか。なかった。あの早めに甘草ちょっといい。これないでください、はい、自分が思ってる。また何かボルゴレさんは何なんて。え、ボルゴ…あ、ち…ボルゴレさん。君、私の名前はね、ミスター…ミスターじゃなくて、ドクターボンゴレだ。あ、ミスターでも別に間違ってはないんだが。あ、ミスター…うんうん、わかりました、わかりました。もう間違えません。はい、頼むぞ。うん、ボルゴレさん、どうしたんですか、ここ。あ、今、あれだ、うん、結構、船の方で呼ばれるからの、あのボートを、あ、ううボートをあっちにも置いておこうと思って。はいはい、一旦ボートを出しに来た。そうかそうか、わかりました。頑張ってください。邪魔したな。また何かあれば呼んでくれ。はい。まあでも、yeah, I work with Scott Stevens. よかった。 If I work, 個人の治療費何癖つけたりしなくて。携帯チェック偉かったな。偉かったね、真っ先に携帯チェックしてた。 CPU のスキャンに関して言うなら、相手に相談せずにやっていいかっていうと、だいぶ怪しいライン。ロールプレイ的に言うなら。パワー寄りではある。けど、まあ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 。相手がまだ僕でよかった。けど、別に断定してるわけじゃないから、もしかしたら似てるとか、こう感じるとか、のラインだったらいいんじゃない？似てるぐらいだったらね。うん、そう、あのね、バレるものがマジで一つもないんだよね。まあ、強いて言うのはネイル。まあ、でもネイルも黒っていう、なんだろう、別に珍しくないから、たまたま被ったで終わっちゃう。アジトのドアの位置知ってなかった。いや、僕アジトのドアに向かっててない。人が多いところに車を止めただけ。そう、通知があったからね、そもそもそこに。いや、こんにちは。私はドクターボンゴレ。もう得て、マジで。なんか、いや、いいって、いいって、マジで、診察しなくて、怪我はない、怪我はない、心配なんだ、君のことが、私は。やめろって、マジで、本当に。なんでもかんでもな、金せびようとしてくんじゃないよ、本当に。金をせびろうとしてるんじゃない、私は君が心配なんだ。
そうやって金取る気だろ。そんなことないよ、君は知らないか、ナイチンゲール症候群というのを。な、何それナイチンゲール症候群、そんなことがあるのか。知らないのか。知らない知らない。ええだな。いや、さっきごめんな、客船来てたのにな。ああ、少しだったな。そうなん、助けられなかった。ああ、大丈夫大丈夫。あれ、大成功だったんだ。あの後、警察から数千万取っといたぞ、請求で。そうなの。うん、警察を起こして2、3000万取っといた。やってるな、まあ、十分だ。え、今日はもう1億近いんじゃない、もうそろそろ。え、でも今日は、昨日は6000万の太客がいたからな。いや、でも警察から2000万取ってんだろ、もう2、3000とか、今のところ4000ぐらいじゃないかな。十分だろ、もう十分すぎだろ、もう。でも私はね、身が心配なんだ。いや、絶対金だけだろ、今お金がドルマークになってるぞ。変なお金ドルマークだぞ、今日は6000だし。6000十分やないか、もう。1日1億を目指してるよ。車だっても変わっちゃっておしゃれなやつになってるじゃん。これあれだ、来年後で救急隊と同じような色に変えるつもり。だから友達いるな、一人。なんかパトカーのジャグラーのパトカーの賢いやつがいるんだな。そうそうそう。あ、待って、同じ考え。アーティファクトだ、これ多分行ってくる。オッケー。ありがとうな。はい。はいよ、頑張って。事故です。あ、事故か。事故です。すいません。緊急性はないのか。はい。分かった。これはお仲間か。あ、多分違うか。違いますね。いや、違います、違います。あ、じゃあ起こしちゃうな。はい。お願いします。なんで事故ったんだ、こんなところで。あの、ヘリ運転しようと思って、WASD の筋肉と ESDF の筋肉間違えて、本当に初歩的なミスだね。はい、飛び降りました。君は初めましてか。初めましてですね。初めまして、私の名前はドクターボンゴレ。医者をやっているものが。ああ、個人さんですか。あ、そうだ、今なんでどうやって直してると思ってるんだ。よし、じゃあダイスさんを振ってもらっていいか。はい、わかりました。ダイス3ですか。ああ、3。はい、それが君の治療費だ。あ、今回は314万だな。はい、不服なら払わなくたっていいぞ。いや、全然、大丈夫です、払わせてください。わかった。はい、よし。君はあれか、オールインか。はい、そうです。今日、あ、なんだっけ、天草とエスタークにも同じように請求してあるぞ、はい、あ、そう。なるほど。さっきな。あ、わかったっす。それでは今日先送ろうか、大丈夫か。あ、いいですか、送ってもらっても。いい、ちょっと港まで送ってほしくて、ここまでお願いします。分かった。わあ、助かったー、マジ。まあでも事件性はなかったんだろう。そうっすね。だったらよかったな。事件性になる前でしたね。事件性になる前でした。はい、これからやろうみたいなタイミングで準備中だったのか、はい、そうです、そうです。よかったな。ありがとうございます。ここでいいか。はい、あざす、助かります。じゃあ気をつけてな、また。はい、お願いします。また。マンガタロウじゃないですか、これ。おう、ボンゴレさん。おう、君は焦げ付きくんだったかな。はい、焦げ付きです。私の名前はドクターボンゴレ。あ、ドクターボンゴレさん。ああ、焦げ付き剣です。今日も元気にやってるか、見てあげよう体を。君、こんなになるまで放っておいたのか。削れてるじゃないか、体力が。え、大丈夫です、これ保険効きますよね。よし、私が全部直しといた。じゃあダイス3を振ってもらってよいか。保険効きます。ああ、よ。俺全然何もなかったっすけど、頼む。これなんぼっすか、これ。663万。頭痛いよ、この払い方。それが663万。君の命の価値だ。命の価値。ああ、でも不服なら払わなくてもいいぞ。え、その場合どうなるんですか。払わないまま終わる。じゃあ払わないですよ。ああ、それでもいい。ただ今まで払わなかった人間はいなかった、それだけだ。
何番ですか。いいのか服だったら。いや一番最初になんかごねた男だと思われたくないですね。なるほど、君には君の気持ちがあるんだな。はい、まあいいだろう、今回はその男気に免じて請求しないでおこう。ありがとうございます。ありがとうございます。今回初めてだったんだろう。はい、ああいいだろう。お、ありがとうございます。あ、びっくりした、びっくりした、請求者こっちですよね。びっくりした、あ、663万来たんかと思った。びっくりした。何されるんですかこの後ボンゴレさんは。あ、いや、これ修理してもらいに来た。おえー、その後何しようかな、何したらいいと思う。カジノの単車があるんですけど、うん、あれが今オークションに出てて、おう、それ俺今からオークションの値段を釣り上げに行くんですけど。いくらにするんだ。今4億らしくて。はい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 。俺予算5億なんで、うん、5億じゃあ私が6億にしようか。まあまあその、いやちょっと待ってください、ちょっと5億無理だったらもうめちゃくちゃにしてやろうかなと思って。それでも払えるのかい。いや違う、その5億は払えるんですけど、もう5億で買えなかったらもういろんな人に宣伝して、欲しがりそうな人に宣伝しまくって、あ、なるほど、めちゃくちゃ値段釣り上げようかなと思って。そのあれだな、焚きつけるわけだ。焚きつけて、でどえらい金額最後の人に払ってもらおうかなと思って。じゃあやったんですよ。見てようか、君が5億を守れるのか。ちょっとそれで見ててください。じゃあ分かった、いや本当に俺どうしてもこれ欲しくて、ずっと回してたんですよ、起きてる限り。君、君、君から怪我の匂いがする。あ、私怪我してないでしょ。ああ、してなかった。君は大丈夫か。頭は怪我してるかもしれないけど、ああ直してほしいな。何を払ってんねん、ちょっと待ってくれや。怪我、頭を怪我してる、分かった、私が見よう。お、ボンゴレさん、この方はちょっと一回見た方がいい。君、頭にこんなコブを追って、待て、今私が直してやろう。ああ、やばい、すぐに良くなるぞ。よし、大きく息を吸って吐いて、ダイスを3振って、ダイスを 3? ああ、それが君の治療費556万円になります。嘘だろお前。おい、まだ治療されてねえだろ、詐欺だ。治療されてない。治療ってたよ。治療してましたよね、私してましたね。クソったれやな。あ、またね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、すいません、俺のヘリ。もう不服なら払わなくてもいいぞ。いいよ、請求していいよ。ああ僕は。そうか、じゃあ承諾していただいたということで。あ、いくらだっけ。なんで笑ってんの。566万だっけ。566万かな。何笑ってんねん。なんであいつずっと笑ってんねん。私はね、みんなのことを健康にしたいんだ。本当に。あ、いたたまれないから僕のヘリから修理してください。じゃあドクターに修理代を。ドクターも修理できてた。ドクターダイスを振ってくれ。なダイスいくつだ。ダイス3振ってくれ。3だな。はい、322万請求してもらわん。誰に。あの子に、リーちゃんに。そうなのか、ここのメカニックはそういうルールなのか。くそったれ、こいつ聞かんぞ、もうやめとこう。そうなのか。こいつ無敵や。そんな服装で来るからですよ。そんな服装で、どんな服装やねん。別にええやろこの服装で。何おかしいんや、お言うてみ。いや、おかしいかどうか自分の感性だからな。ああ、おかしないな、ほなな。だからこっちは普通で、そちらがおかしいということですね。ちょっと待って、いや、僕は正常。一回、私の研究所に来ますか。お、いいな、何研究してるんですか。人体実験するだけなんですけど。君たち仲間じゃないの。仲間違いますね。仲間違いますわ。仲間じゃないんだ君たちって。仲間じゃないですね、はい、まあ確かに色ちょっと違うけど服装一緒だからどっちなのかなと。2P カラーみたいなこと言うのやめよう。 2P カラーこの場合どっちが 2P なんだろうな。僕ですね多分ね。 2P カラーは僕ですね。認めるのやめてくれそれ。切ないな、なんだか世の中切ねえよな。あ、ありがとう。カウンセリングしようか。カウンセリングは大丈夫。いつも行かれてる方が。わあ、大丈夫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 。これ以上金を請求されたら怖いから帰る。色も変えてもらいたいんだけど大丈夫。期待ってねえだろ。いや大丈夫大丈夫。今もうダメージ入ってない。あ、79%。待て。来たなこれ。来たな。君。ルルさん。怪我を放っておいたらダメじゃないか。ルルさん。治療代を私に請求してください。今回治療代はなんと無料です。本当ですか。嘘。運が良かったですね。
ヨコちゃん、あの1000回に1回無料なんですよ。それがその1回でした。めっちゃラッキーよ。1000回もやられてる。やったー、ありがとうございます。おめでとう。ヨコちゃん、本当にごめんね、博士。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ。大変そうだな、俺。離れろー。あれ、動かない。うわ、ラッキー。私の名前はドクターボンゴレ。ライデン、天井ガラスです。かっこいいのにな。どうですか。まあ楽しいっすよ。楽しい。含みがあるな、少し。いや、ボンゴレ、まあ俺とボンゴレさんのあれだからいいか、一緒に仕事したいなと思ってた。どっちで。なるべくならこっち側で。ああ、そのギャング、同じギャングでね。まあ今はね、時間がね。いじめどうするんだろうな、もしそうなるとしても。どうするっすかね。まあなるべく俺はもう、もし中入れたら、なるべくアルカナの方では動かずにオールインをしっかりと中から。まあそうっすね、っていう感じになると思うから。忠誠を誓う対象をちゃんとボスとした方がいいだろう。そこはちょっと申し訳ないですけど。いや、いいんすよ、いいんすよ。でいつでも、いつでもというか、なんだろうな、みんなが捕まえてでも話の場を設けたいって自信がつく環境になるように手伝おうかなと思って。なるかな。難しいのが、まあ、今からこれゴーさんがオールインに入ったとしても、ゴーさんってオールインの中でまだ新人の部類になっちゃうから、そこの意見というか発言力を持つまでに少し時間をかかりそうなんだよな。そこはね、うまいことアンダーボスを立てつつ、アンダーボスの子たちの、ね、実績、信頼とかをどうしても積み立てていくから、長そう、時間っていうとまだ。まあ、あの子たちのメンタルケアもしつつ、方向性を間違わないように、もう俺が主導したら絶対ダメだから、あの子たちが方向を見失わないように修正してあげようかなと。って感じですかね。どうです、ミッション、参加してみて。ミッション自体はおもろい。やっぱり。し、やっぱ、その強い。ああ、まあ強いと思いますよ。連携もしっかりしてるし、千代さんも結構作戦しっかりと分かりやすかったし、天草さんも新人、俺新人だから、新人引っ張って現場で、現場でちょっとこういう感じだよ、みたいな、ちゃんと教えてくれてたし、中から帰れたらいいっすね。事故って落ちてそうな場所に置いてもらって。了解、了解です。ちょっとじゃあみんなと合流してきます。はい、いってらっしゃい。ありがとうございました。はい、すいす、また。はい、また。一体戻るって話はな、どうだろうな。私はドクターボンゴレ。あ、事件多分大丈夫だよ。ここに。痛い痛い痛い。まあね、あれだわ、変だわ。こんな堂々とここで起こすよ、じゃあ。先生、大丈夫ですか。もう大変だったよ、ドクター。ちょっと噂が回ってきてます、街の中で。どんな天才、天才孤児院がいる。なんか BMC で治療必要ない人に治療して請求切ったって聞きました。なんだそれ、誰が言ったんですかそんなこと。それは分かんないですね。こんな素晴らしい先生がそういうことをやる。いや、そうですよ、ないですよね。じゃあ、その時治療を目撃してる人2人いて、2
不服なら払わなくていいですよって、ね、確認して払って払うって言ったから請求しました。それはそうですよね。そう。じゃあ請求してくれ。で請求される額も待ってそれなの？あそうだ。君のあの本来の請求額にこれ上乗せして請求してくれ。私個人請求しないからやらない。いやダメだ。なんで？やだな。これじゃないと私死んでしまう。死ぬの？そう。これそういう制約と制約だ。じゃあ私が大事する。どういうこと？いや僕いいまあいいだろう。出た数ちゃんと払ってね。まあ分かった。はい。多いな。いざ請求しても。4億じゃないか、その場合は。4億41万円。いいぞ、請求しろ。4億。じゃあ請求しろ。4億請求するよ。ああ。そうだよ、バカじゃないの。私はダイスを信じているからね。じゃあ3桁削るか。早い。本当に？うん。やだ、心痛いから請求しないで。いやダメだ、じゃあもう今から死ぬ。今までありがとう。私はこのロスサントスからいなくなるぞ。なんでよ、なんでよ。え、何、いくら請求してほしい。じゃあ今から振った額で請求して、私が振るから。分かった。いいよ。612万。そういう感じ。うん。いいの本当に。そう、請求するってことは請求されるってことだ。じゃあちょっとお疲れ。じゃあありがとうございます。おい、請求しろ。私がこの町からいなくなっていいのか。分かった、個人だな。すごい脅ししてる。112万ね。ああ。112。うん。これあの、出たダイスに0を4個足せばその値になるぞ。はい、ありがとうな。なんかの私さ、うん、マスターの服作ったんだけど全然違うわ。私の記憶で作ったんだけど。何パスタの服って。じゃあね、ありがとうね。うん、バイバーイ。バイバーイ。ボンゴレビアンゴパスタの服。ロッソがいない。ロッソが、やっぱロッソかな。いやロッソやっててもいいでしょ。これなんか違った。ほら全然違くね。なんか違ったの記憶通り進んだんだけど。え、ダサい。なんかちょっと短かったズボン。サンダルはいいけどな。え、でももう、なんかもうそれで決定。君はえ、ダサくないこれ。いやまあそれで一応言うと別に僕もダサいだろ普通に。まあ社長に話してきた。誰？あ、社長。どうなったの。なんかね、好きに動いていいって言われた。やめていって。なんかでもなんか協力はしてほしい。なんか構想とかあるときに助けてほしいなみたいな感じで、うん、でなんかもしかしたら将来的に個人同士で無線つなぐみたいな風になったらこの無線も抜けるかもったらそれでもいいぞって言ってた。まあなんとか支柱に収めておきたいんだね。うん、でもやりたいことはやっていいって言ってた。うん、から俺らが飛行場やってるっていうのは耳に入れといて、まあ、北と飛行場両方弾入った、どっち行こうってなったら飛行場選ぶみたいな風にしてくれたら嬉しいなみたいな。ゆる、うんうん、くいいよ。そうって感じになった。今日はもう捕まる準備までしてきたからさ。え、どうやって。あの警察のプロファイルの写真を変えてきた。え、どうやって。あの大きく顔が変わると変えなくちゃいけなくなるんだって。はい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 。あ、整形したのもしかして。うん、目を眼帯。うん、ほう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 。あ、でこれで大きく変わったから写真変えてくださいって。そう、目をえぐったから。えぐいことしてる。大丈夫？これで捕まってもバレない。どういうこと。そう、え、警察にはバレないの。あのもうそもそも写真でバレなくて、プロファイルの名前はねもう変えてもらってある。あ、ボンゴレに。あ、そう。あー、なるほどなるほど。食べちゃった、プロファイルを。うん、目頭目。えぐいこと言ってんだけどね、ネッチ。ちょっと怖いよ。いろいろあれかな、大変だったから。うん、死死んちゃったかな。きっといろいろあったんだろうね、急にこんなことになってんだもん。つい
ついで取るもんじゃないよ。怖すぎ。クヨって腐ってない。じゃあ治療して。じゃあ治療して。どうした？あれかもしれない。ねえのボス治療して。やめな。ああちょっと頭が狂っている。どうしたらいいんだ。どうして。食べちゃったって。これ食べたら元気になるよきっと。これ食べたら目生えてくる。うん、かもしれない。おむすび。生えた。生えてこない。あ、なんかあれマレ肉屋で麺玉のなんかあったじゃん。あれ買ってこよ買ってこよ買ってこよあれならダメ入るかな、うんうん、あれ誰の目なんだろうね買いに行こう買いに行こうねねちマレ肉屋ってどこにあるのどこどこ今やってんの分かんないよあ待って今電気ついてないわダメだじゃあ今度買っとく8037だ麺玉補充しといてねねはいねねちならできるうん、何、どんな手を使っても補充する目ん玉どうしてもさ、ねねち呼びが抜けなくてさ、危ねえ、うん、あ、いや、うん、もうみんなねね困ることはないんじゃない、うん、みんなねねって言ってるからもうバレた、多分あれ、姉さんってもう全部知ってんだっけ言ったんだっけ全部とは事情は全員ぶっ殺してきたっていうのを聞いたうんでそんなことやるなんて何があったのって言ったらまあまあいろいろあるんだよって言ってなんでそうしたかまでは聞いてないまあかなかながね5類にそんなことするってのは大変なことがあったんだろうよ大変なことがありましたんでも孤児院に戻ってきてくれたのはとっても嬉しい、ね、うん手入れ会面白かったもんねえうんトラオとトラミン今じゃ信じれないよねえ、だって別れたらしいよ聞いたあ、なんか聞いたえ、別れたんだよあの二人別れるのあるんだねだってもうなんだっけトラミのために俺はあのアイリスの社長殺すのやめるって言ったのにさ別れたんだったら殺すじゃねえちゃんって思った逆に殺すなんかそのためになんかストッパーになったみたいなこと言ってたじゃんうんでもそうストッパーなくなった頃もう本庁殺すんじゃねって思ったけど今んとこ何にも動きはない忘れたのかなもうねえどっか行っちゃっただってあんなにイチャイチャしてたのに別れたんだよあっという間なんだね意外と人ってこれからどうしようかななんで個人頑張るんじゃないのとりあえず一旦オールインのメンバー誘拐しようと思ったんだけどうんうん、なんか一人行動しなくてね。あ、みんな？うん。だってみんななんか仲良くしてるイメージだぞ、オールイン。そうなんだよね。うん。一人では誘拐してくれないもんね。でも誘拐して何するの？それ言えないよ。まあ、そっか。それ言っちゃうと巻き込むことになっちゃうからね。はい、ああ、そっかそっかそっか。改造しそうな勢いじゃん、そんな分。ドクターボンゴレで誘拐してあ、でもね、ボンゴレじゃない時に誘拐するよ、ちゃんとあ、そういうことねうん目的もなんかさ、ゴールがあるってのもうんこうなるといい、みたいなものしかなくてああ、そうなんだ個人になってこれがしたいとか、そういうわけではないんだうん個人は結局、うん、なんだろう個人になりたくてなったっていうよりも個人が都合良かったから個人してるかな、正直そういうことね。まあやるならちゃんとやるんだけどもちろん。うんうん。でもねねっちも来てくれたの嬉しいな。僕がもともと大型を連れて行かせてたんだけど、うん、ああ。僕そのオールインを抜けるってなったらねね、また暇になっちゃうし浮いちゃうからな。ああ、優しい。ねねは僕の言うこと何でも聞くからその分退屈はしないでほしいんだよな。ねねちはね、面白いし優秀だからな。うーん。商工亭辞めるって聞いたときめっちゃ悲しかったけど、これが理由って聞いたらちょっと嬉しかった。確かにね。うん。ねねちがどういう風に動きたいかだよね、あとはね。まあね。なんか、かなかながいる間はきっとさ、かなかなに従うでしょ？まあきっと、おそらく。うわ、やばすぎ！えぐいあいつでも削れてない
やるね、うん、アーマー来てる。アーマーが行ったね。うん、いやそんなにすぐに解決する問題じゃなさそうってことだな。そうなんだよな。まあその途中でね見つかったら一番いい。ああ、カナカナがいる間にね。そうだから、うんうん、そうなったら嬉しいから、いろんなことをやってほしいね。今は個人楽しいんだよな、そもそもが。楽しいよね。うん、結構個人いいけどな。ジンバックさん中間っぽく動きたいって言ってたよ。あ、今日あったあった。考え方似てるねって話をしてた。あ、本当？うん、そう、なんかお抱えになりそうなオーラ出てたけど、やっぱりなんかみんなで無線個人同士でつないでやるのいいなって言ってた。無線つないでないんだけどね、僕は。うん、つないでないんだけどね。ちょっとまるでね。で、119なの、ずっと。変わったよ。だってあの 11.9 だったから、もともと。あれ119じゃなかった昨日。今119になってる。あ、そうか、そこは変わってないんだ。うん、私が119にした。うん。なんかお抱えの人も何人か入ってはいる。うん、まあ個人やる上で連携があったことね。そうそうそう、なんか自分とこ大型行ってなくて、今アーティファクトやってんじゃん、行こうかな、ちょっと繋いでみるかみたいな。便利だからね。うん。一応したね。まあ。そうそう。あとはまあ、情勢見て、完全にもう中間のこのメンバーで動くみたいな風になったらまた変えるかもしれないけど。って感じ。なるほどね。頑張ろう。昔の卒さんみたいだね、今ね、さ。そう。楽しかったもん、あの時。まあ、場所があるっていうのはね、安心するし楽しいからな。そう、居場所っていいよね。うわー、かっこいい、前頭のだ。これはね、藤子さんが作ってくれたんです。あ、もうね。かっこいいなー、前頭の。ハイエンジン積み替えしてないのに。センスがいいよなー、やっぱ藤子さん。数値。星の。Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. はい、もしもし。あ、もしもし、なしまです。お疲れ様です。お疲れ様です。不在、はいはい、あったりしました。私ではないですね、残念ですが。残念。一応でも、はい、今日お電話がっておっしゃったので。あ、あれおかしいな。おっしゃったのでね、なんかの。あ、伝言が伝わったのかな。あ、もちろんです、もちろんですよ。いや、なんかちょっとお話ししたいなと思いましてね。うんうん。まあでも大した話じゃないですよ。いやいやいや、何言ってるんですか、マンさん。お暇なんですか？今ちょうど起きて、うんうん、あれですよ、伝えたいことあって、僕も。お、あれなんですよ、僕電話番号違うから、うん、繋がんない時あるんですよね。え、ボンゴレと。え、そうなんです。そうなんです。あの、携帯鳴らされてバレるわけにはいかないから、番号交換した時に。SIM やってんだ。はい、もう痕跡は何一つ残ってないので。ちゃんとやってるな、ね、あの警察のプラファイルも偽装してあるので。さすがですね。写真も今日は変えてきました。片目失ったけど。はあ、今もじゃあ片目ないんですか。ええ。あの、大きな変化がないと写真変わんないって言われたんで。そう、確かに目失ったら大きな変化ですけど、ええ、後遺症がすごいですよ、それは。まあまあ、大きな行動には大きなリスクが伴います。なるほど、覚悟、その覚悟ということですね。ええ、なるほど。ちょっと私今残念ながら、まあ、さっきも含めてなんですけど、外でして。ああ、なるほどなるほど。あの、内になったら連絡入れてもいいですか。ただ僕11時半ぐらいに、おお、今日はあのあれなんですよ、お休みしちゃってて。おろろろ。なので、まあ後日、明日とか、うんうん、うん、でもよければ。まあ、またお時間が合うときに。はい、わかりました。じゃあまた、すいません、わざわざ。いやいやいや、また連絡します。お疲れ様です。はい、では。ではでは。誰だ、じゃあ。
減らんか。もしもし。もしもし、ナシマ。ああ、どうした？今どこいんの？今、ボートレース中。レースしてんの？何？あ、いや、二人で話せる？あ、いいよ。何時ぐらいがいい？ああ、あと5分後。5分後ね、じゃあ、うん。10107にいるわ。10107？ 10107。10107、OK。右下の方、一応メッセージの僕解く場所。OK。はいよ。いいよー。モンゴルがトレンドに入ってる。微妙に嬉しいような嬉しくないような気持ちになるな。早くね。どうした？うわー、いたいた。どこいる？上か。ああ。練習したの？ボート。うん。今伝えとかなくちゃいけないことがいくつかあってさ。何？今僕、なんかあったら電話してって言ったじゃん。うん。今電話通しなくてさ、僕。え？どういうこと？ちょっと待ってね。私は、ドクターボンゴレ。いやもう、携帯の番号とかも全部変えてるからさ、電話通じないから、なんかあっても電話できないんだよ、今。あ、なるほどね。だから、番号交換しとかないとと思って。ああ大変なんだから今バレないように。大変なんだ。そうだよ、SIM も変えて警察のプロファイルも変えて、うん、写真も変えて車も同じの使わないようにしてってやってるんだから。どう？逆になんでバレないようにしてんの？いや困るでしょバレたら。誰に？オールイン。いや、大丈夫よ。いや、なんだっけ、殺さないにしても、うん、バレない方がいいと思った。オールインのためにも。なるほどね。今はね、不用意に。うん。もう別にボスにはバレてもいいかなって感じだから。まあ、なんかあった時連絡つかなかったら困るしね。うん。あれからどうなりました？なるほどね。みんな元気してる？まあ、頑張ってるよ、みんな。頑張ってる、今日。今日エスターク沈んでたよ、うん、ヘリコプターで海の底に。え？助けたけど、あの人も飛行場じゃないかな。ああ、そうだよ、だってロケランをね全員に撃って皆殺しして裏切った人間がうろうろしてたらよくないでしょ。ギャングなんだからみんな。なんか CPU は怒ってた。ああ、なん、もう、まあ、普通に裏切りだからな、やってること。まあね。CPU が一番怒ってた？ CPU、めっちゃなんかイライラしてたよ。そうね。まあ今、オールインがね、ちょっとどうなるかわからないけど。別にオールインは裏切って、僕はモンディは裏切ってないから。困ったら連絡してくれたらすぐ来るよ。まあそうね、みんな頑張ってるから。まあこれからどうなるかわかんないけどね。グッバイサーカスの構想も大体決まってて、うん、それはマックさんがなんか適当言ってたからびっくりしたよ。なんか構想しないだするだみたいな、僕に言わないでくださいってモンディーンに言ってくださいって言ってたんだけど、うん、まとまってるならよかった。でも24じゃなく、24じゃないかも。日程が変わりそうなんだ。そう。横取りやった？まだやってないよ。一番楽しみだったんだから、横取りが。タイミングね、それが。いつやろっか。難しいよね。
エスターク大丈夫？落ち込んでない？もうエスターク？なんか今日もなんかやらかして今日もやらかしたの？モズの君トスを、自転車の持ってる君トスを後ろから引っ車で引いちゃって、弾いちゃったんだ。うん、まあ、それはそういう言い方が、あの方らしい、なんか、まあ、急いでるからみたいな、怒らせちゃったんだ。80万で、80万怒ってちょっと後でみたいな、バカすぎ、もうバカすぎるよ。その後ちゃんと謝罪しに行って、いい感じで終わったらしい。なるほどね。うん、今はそういう話し合い誰がしてんの？話し合い？僕がやってた話し合いとか。俺、うわ大変でしょう。話し合い、何の話し合い？なんかそのギャングで揉める時とかさ。ああ、普通に君とすに電話しろって言って、俺が S に、S にね、で君とすでスピーカーで電話して、で君とす S にイライラしてんのって言ったら、めっちゃ迷ってたなんかで S にイライラしてんのって言ったら、なんか変な感じだった向こうもね、向こうの温度感が分かんないとな、こっちも何も言えないからな。イライラしてんのって言ったら、ちゃんとイライラしてるって言ったら、じゃあ構想だよって言うつもりだったけど、まあそうね、揉めればいいからね。そんな感じなかった。あ、向こうも向こうなんかあったんだ。いや、そう、なんかあの日ロケラン打った日も S がずっと4時間ぐらいずっと探してたっつったから。 S が？そう、 S タークが車でもうしなしなになった、もうヘトヘトになりながら電話かけてきて。まあ今日はでも前よりは元気かも。いや、よかったよかった。まあ時間でね、きっと、またみんなが、いろんなことを考えれるようになる、なるといいなとは思ってるよ。で、個人楽しい？まあ、意外と暇。あろうね。意外と暇だね、今は。スワット、なかなか人集まんないじゃん。スワットは、なんかめっちゃ増えたり、少なかったりするからわかんないんだよね。大変みたいだよ。なんかまだ日が浅いからできて、ちょっとずつやってるらしいけど、今日ファシピック、ファシピックに行こうとしたらスワット全然増えなくて、今あ、そっか、ファシピックの日か。まあちょっとボス以外には内緒にしながらボンゴレで助けに行くから。気づくかな、誰か。気づかないんじゃないかな。なんで名前がボンゴレなの？ボンゴレビアンコって知ってる？知らん。パスタがあるの、そういう。あー、ボンゴレパスタ？そのボンゴレ。最初はね、オイボレって名前だったの。オイボレって日本語で、あの、なんか、なんだろうな、おじいさんとかのことを言うんだけど、おいぼれおいぼれって連呼をするのあんま良くないかと思って、似てる言葉探してボンゴレになったなるほどね。そう、下にビアンコもいるよこれバレるんじゃない？いや、バレてないよ、まだ誰にも。最近の個人位で、ちょうどタイミング的にね、ナシマがいなくなったあれと被っちゃうからさ。でも、あの、僕、5ヶ月前か4ヶ月前個人やってたじゃん、最初。アンダーボスなる前の。あの時からやってるってことになってるから、いつからって言って、5ヶ月前って言ってるよ。なるほどね。嘘ついてないから。じゃあ、バレないか。そうなんだよね。だって CPU とかその時まだ入ってないでしょ、しかも。そうね。だからバレない。今んとこバレてないね。まあ、じゃあいいか。これでちょっとオールインとか周りのギャングとか様子見ながら、一応あのバンさんは知ってるかな。ああ、なるほどね。バンさんと、あとウェスカーさんとソスさんとか、その個人の都合で言わなくちゃいけなくなった人は知ってるけど、あと闇メカニックの藤子さんとか、関わる人は知ってるけど、本当に最低限かな。バンさんは今日しなしなだったな。バンさん今日しなしなだったの？もう引退かみたいな。ああ、でもなんか
疲れてそうだったね、ちょっと。うん。って感じかな。まあ、たまにこうやって話聞きに来るよ、ちょこちょこ。うん。チェスもね。ちょっと今日は時間ないからあれだけど。うん。またチェスも練習しとくよ。チェス？チェス。チェス今負け越してるからな。おお。今日は時間ないよ。時間ないからね。うん。ねえ、時間ないからね、ほんと。ねえ、時間ない。え、なんか変わってない？何これ？変わった？青い丸出てる。青い？あ、これ、チェス新しくなったよ。あれ、チェス新しくなったって言われた後、しかも黒だしさ。よし。チェス新しくなったって言われた後、やってなかったんだけどな。くれー、ここ。真っ暗だよ。よし。暗視ゴーグルつけたら変わんのかな？どうしよう。みんなチェス上手くなったの？みんな？エスタークとかヘルワンとか。マホちゃんも結構上手かったけどな。みんな下手よ。みんなやってるちゃんと今も。うん、たまーに。たまにはやってるんだ。うん。例えば、うん、昨日アルビ起きてたのかな。あ、電話来た電話来たよ。何があったんだ、みたいな。で、なんか今後起きるのって言ったら、うん、起きるって言ったのよ。言ってた言ってた。起きてないんだよね。まあまあゆっくりゆっくり起きたいんじゃない？もしかしたらね。いつも森にいたからな。森おもろいんだよな。森やっぱさ久しぶりにやると面白いよね。そう。ずっとやってると疲れちゃうんだけど、いざ久しぶりにやるとまた面白いんだよな。ん？あ、どうするの？ああ、まあ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 、ここからでしょ。まあまあまあ、あげるよ。生き残るのにしてあげるよ。ね、作戦があるんだ。うん。取れないよ。キングが見てる、あの、ナイトが見てるからね、後ろで。ああ。一旦知るか。チューできるかな。余裕よ。まあ負けてあげた。今回はね。だから。映像的なんだ。うん、まあ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 。じゃあまたなかったら連絡するし連絡してね。おお。じゃあまたね。はい。はい。